ケーセルワンイコールジュベール県は、レバノン中央部の県である。県庁所在地は、ケセルワン軍のジュニーエ。県の規模は小さく、人口は28万人で最下位、面積は766平方キロメートルで、ベールート県に次いで小さい。主な都市は、ジュニーエの他にジュベール軍のビブロスがある。山岳レバノン県北部の2軍が分離する形で、成立。 創設を定めた法律は2003年9月4日に国会へ提出され、2017年8月16日に可決された。2020年6月11日、県知事が就任したことで行政が開始された。二軍からなる。マラダ運動。2018年3月6日閲覧。レバノン、ガバレーツディストリクツ。 シティポピュレーション2021年6月25日閲覧 aliwa.com ポンド2021年6月25日閲覧ケザワンヤベールマージドイントゥエーマハファザ businessnews.com ポンド2018年3月6日閲覧ケザワンヤベール 2BE マージドイントゥエーガバレート t h e 9 6 1 c o m 二千十八年三月六日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.businesnews.com ポンド CMS ストーリーストーリーディテールズ八千六百六十九バスケットオブアポイントメンツフィルズキーエコノミックポストバスケットオブアポイントメンツフィルズキーエコノミックポスト businesnews.com ポンド2021年6月25日閲覧ありがとうございます。